そんな男でも驚くことがある。大賀だ！本物か？参ったな、こりゃ。バキ！地上最強！三連光の一切が目に留まらず、いまだダッシュの誇り消え去らぬ心当たりからであった。なるほど、俺が教えたことだった。人の手により出血するのはいつ以来のことか。え？マジ手を二度も。静かに決意するしかなかった。まだ泣いちゃいねえようだな。あ、なあ、よかったな、バキ。見せなきゃな。君の視力なら見えるはず。この親孝行者めが大切に来い。夢をそのままに。確かにな、100キロを大きく上回る俺をアスファルトを削りながら押し切り、小経験の理想形。何から取り入れる？何を真似る？より強き者の戦闘法から学ぶ小経験。これより強いのは知らんもので。それをお父さんに教えなきゃ。こいつはいつ以来のダウンだ。よくやった。撫でてやる。来なさい。遠慮するな。来い。喧嘩だぜ。ナミ、これって。撫でてやる。今さ、撫でる。ねえ、父親から褒められるという当たり前、抜け落ちたまま過ぎ去った18年だった。もういい、どうでもいい。あの手のひらに撫でてもらえるなら。どっちが勝つかの喧嘩だから、どっちが強いかの比べ合いだから。甘えた面しおって。言わず語らず、少年は本質を心に刻んだ。強さの最小単位、それらの解説は全て意思を通せぬ者たちの必要事項。子は痛みによるメッセージを教育として実感する。多少は楽しめた。なんという夜だ。貴様を幾度も思った。関係ねえんだよてめえは、せっかんでろ。友から放たれたこの言葉、ただし分かることもある。叱られた。ピクル生誕1億4550万年。
社会を学ぶ。人は例外なく発する。 0.5 秒前のお知らせ。あ、そうだ、俺が教える。攻撃を繰り出す5秒前から俺が自らカウントダウンしよう。4。どんなゲームだ。1。最速のバッケン、0コンマより早く。噛み砕く虎のアギトになぞらえたヒギ。親父は今確かに俺の下にある。ラン、予測ができない。親父ごめん、いかにも俺らしい小細工だった。俺の親父すげえだろ。勝てるわけはない。もういいや、もう十分だ。通じないことは百も承知。親父、俺としても誰。迷ったか、ハンマ雄一郎。変わらん、我が子相手に手こどる我が子、バキちゃんや。あ、はい。勝てるぜ、お前。消えやがった。懐かしい面を見て思い出しちまった。親父の得意技だ。聴覚のないまま、聞こえぬまま聞け。これをもって締めとする。掴んだ力を打ち込むのだ。掴んだ力を差し込むのだ。折りたたんだ指は力を抜き、親指でそっと押さえておく。拳の配置は体に聞け。忘れぬものだ。打ち込むことだけに集中しろ。通用するもしないもない、思う必要すらない。父の肉を打つ拳、拳に当たる父親の確かな感触、打ち返されてるのか。さあ抱きしめるようにね、打ち込むんだ。今日、ハンマ雄二郎会心の策、豆腐のお味噌汁を。おい、できたぞ。前代未聞、空前絶後のエア夜食。ここがタブナイガイズだ。
救われたな。その通りだ。思い当たる節がある。あの味噌汁は少ししょっぱい。認めるのが嫌でごまかしちまった。嘘をついちまった。貴様はこの俺を地上最強を炊事場へ立たせた。ここに地上最強を名乗れ。王が認めた。バキの最強を認めた。親父の言葉だ。あなたは確かに俺を見下ろし去っている。あの時俺は殺されていた。俺の負けです。認めた。地上最強の敗北宣言だ。どんな決着だ。勝負あり。おのおのが共に己にとっての最大を差し出した。いい気なもんだ。治ってやがる。地上最強の親子喧嘩、ここに終了。